全国のサッカー愛好家の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。緑のピッチが照明に照らされ、とても綺麗です。さあ、今日の試合、どういった展開になるんでしょうか。神戸対横浜 FC、J リーグディビジョン2、第1節、実況、八塚博士でお送りします。ピッチ上に選手たちが元気な姿を見せています。神戸、これが予想されるフォーメーションです。これに対します横浜 FC 予想フォーメーションです。アキト、空中戦には絶対の自信を持つディフェンダーです。さあ、キックオフ始まりました。均衡を打ち破るゴール。それではもう一度見てみましょう。富山、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。横浜 FC、左へロングボール。横浜 FC、これはチャンスになりました。決まった。横浜 FC、追いつきました。それではもう一度見てみましょう。長い、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。キックオフで再び試合が始まります。坂野、右に叩きます。神戸、どう組み立てるか。竹内、左に叩きます。田代、竹岡、ここはボールをカットします。前半27分、どう持っていくか。キーパーです。長いボールを出した。パスをつなぎます。ワンツー、息がぴったりです。右にはたき、これは笛。今のプレーをもう一度。寺田、これはちょっと危険なプレー。平、絶好の位置です。狙った。これは決めたかったですね。それではリプレイを見てみましょう。平、プレッシャーに押しつぶされたんでしょうか。なんとかボール、これは笛です。鈴木、ここでイエローカードが出ました。それではリプレイを見てみましょう。鈴木、今のは軽率でしたね。横浜 FC、 左サイドを使う。面白い、ヘッド。ボールはゴールマウスを恐れました。ではリプレイを見てみましょう。長い、少し狙いすぎましたが、ゴールキックで再開です。前半44分、ここからどうか。なんとか防ぎました。ここで長いホイッスル。同点で後半戦に折り返します。神戸、ここで選手を変えてきました。ペスンジン、右に大きく出します。ここからどうか、どう組み立てるか。神戸、真正面から突破を図る。このパスはオフサイド。
フリーキックで試合再開です。松下ボールを回します。森下ここは右へ。竹岡ここはディフェンダーが止めました。ここは左へパスを出します。明人いいカットを見せます。どう組み立てるか。永田左に叩きます。神戸さあサイドから行きます。ニヤに上げた大月うまくコントロールができなかったようです。それではリプレイを見てみましょう。大月枠に入れたかったですね。交代のようですね。中山ここで交代で入ります。横浜 FC ここは大きく変えてくるようです。ゴールキックで再開です。ボールを回します。クロッツゴールマウスを捉えきれませんでした。それではもう一度見てみましょう。クロッツ枠に入れたかったです。ゴールキックで再開です。竹内パスを出します。後半32分、さあ組み立てます。横浜 FC どうやら選手交代のようですね。市村ここで交代で入ります。さあコーナーキックです。ペスンジンうまく体を入れました。どう持っていきますか。横浜 FC パスをつないでいきます。カズここでキープ力を発揮。ここはディフェンダーが勝ちました。ボールを回します。長いボールここでホイッスルです。この試合同点で幕を下ろしました。